さてここからは第2部史跡×エシカルトークと題しまして、ゲストのお二人をお迎えしております。国分寺市伊沢邦夫市長、ノイハウスナナさんです。皆様再度盛大な拍手でお迎えください。ありがとうございます。ではこちらでかけさせていただきます。司会の中川原恵子です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは本トークショーではお二人それぞれの国分寺での活動のお話を伺った後に、これから100年先にも届けたいエシカルということについてお話を伺いたいと思います。まずは私からお二人の略歴をご紹介させていただきます。まず、一番左にいらっしゃいますノイハウスモナさんのご紹介をさせていただきます。プラスチックストローの代替品となるステンレスストローブランドのノープラ、ノープラスチックジャパンの設立後、この国分寺の地にトトヤという量り売りの、お店ですね、そちらをカフェスローさんの中で、運営されているんですが、そちらの広報をご担当でいらっしゃいます。その後 J-WAVE のラジオパーソナリティや環境保護活動に関するブランド立ち上げやサポートの活動をされています。続きまして伊沢邦夫国分寺市長をご紹介させていただきます。国分寺市生まれ国分寺育ちの伊沢邦夫市長です。民間企業でお勤めの後、国分寺市市議を経て国分寺市市長に就任され、現在3期目でいらっしゃるということです。趣味はテニスとカラオケ、座右の銘はなせばなる、なりごともということですね。はい、また笑顔が絶えない町、市民がはつらつ生き生きと暮らせる町、将来にわたり安心安全な町づくりを目指して日々精力的に公務に励まれておられます。それではまずは伊沢市長から先にご挨拶をお願いしたいと思います。市長どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、今日ご来場ありがとうございます。また今ご紹介ありましたけれども、総合学院テクノスカレッジの皆様、そして東京経済大学の皆様にもお手伝いをいただいています。まずは感謝申し上げます。今日皆さんのおかげでもう最適な天候になりましたですね。朝少し雨が降ってですね、心配をしたんですけども、実は今日昨晩から天気をずっと見てたんです。そしたら3時ぐらいまで雨降るんじゃないかなということでしたけれども、多分皆さんのお力が雲を覆いやったんだと思います。本当ありがとうございます。今日はこういう形でですね、国分寺の本当に魅力を伝えていただけるエシカルファッションショーをこうやってやっていただいて感激しています。もう私の紹介は今していただきましたんで、自己紹介ということではありませんけれども、本当に国分寺が大好きなんです。で、皆さんにも国分寺の良さをこう知ってもらいたいなというのが私の気持ちでですね、それに向けて今一生懸命仕事してますけれども、こういう場がですねあって、今日多分市内から見えた方、それから市外から見えた方もいらっしゃると思うんですね。ぜひここでまた皆さんにお知らせすることで、皆さんが国分寺に来ていただいて、いろんなところを巡っていただけるんじゃないかな、こんなふうに思っています。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは次にモナさんからもご挨拶いただいてよろしいでしょうか。はい、皆さんこんにちは、ノイハウスモナと申します。ご紹介いただいた通り、国分寺は、トトヤという量り売り専門店、ゼロウェイスト、ゴミが出ないお店を今もうすぐで2年となります、カフェスロー内で、展開させていただいています。本当に天気素晴らしいですね。私神奈川寄りの東京の方から来たんですけど、雨降った中来て国分寺に着いたらこんなに晴れてたという感じなので、もう素晴らしいこのね、木に囲まれた中でのトーク楽しみにしていますので、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。本当にちょうど綺麗に日が入ってきましたね。気持ちいいですよね。じゃあここからね、たくさんお話伺っていきたいと思います。それではここでアップサイクルドレスとボロを着てランウェイを歩いてくださったモデルの皆さんと、アップサイクルドレスデザイナーの谷久美子さんにご登場いただきたいと思います。皆さん盛大な拍手でお迎えください。
ね、まあ、一堂に並んでいただくとすごく見応えがまたありますが、はい、お一人ずつお名前を簡単にご紹介させていただきます。森山智香さん、甘利レオナさん、ジョーさんこと中野珠美さん、佐藤由良さん、あ、ジョーさん人気ですね、橋本七海さん、エコさんこと松島美恵子さん、土井美鈴さん、みけこさんこと笹川敏子さん、船木美香さん、稲垣すみれさん、ラファエルさん、ともみさん、鳥さんこと斉藤博之さん、鈴木ひろきさん、吉岡厚さんですね。そして今この現在流れている BGM も実はテクノスカレッジのミュージック家の方が作ってくださったということです。茂木翔太郎さんと菅沼光生さんです。ありがとうございます。それではちょっと皆さんに並んでいただいたんですけれども、改めて見るとすごい圧巻ですが、何人かの方にドレスを着た感想を伺いたいと思います。ではまず橋本みなみさん、あ、ななみさん失礼しました、ななみさん、ちょっとドレスの感想を、あ、市長ありがとうございます。はい、一言伺ってもよろしいですか。ななみさんはあれですね、あのお洋服のカシミヤのハギレとプルタブをまとっていただいているんですよね。はい、そうです。あ、じゃあ感想を、ドレスの感想どうですか。着心地とか重かったりとかするのかなと。私ブライダル科なんですけど、普段ウェディングドレスに触れる機会が多いんですけど、ウェディングドレスよりも軽くてとても着せられてる感がなくて着心地の良いものです。あ、そうなんですね、軽いんですね。わあ、ありがとうございます。それでは続いてですね、あの皆さんひときわ拍手も大きかったジョーさんこと中野珠美さん、はい、にお話し一言いただいていいでしょうか。こちらも素敵な、これはあのモナさんもすぐ気づいてらっしゃいましたけど、スーパーの、そうですね、私もあのイギリス時間長かったので、うんうん、もう見てすぐ分かったんですけど、でもこんなにおしゃれになるんだっていうのが驚きでした。ねえ、うん、レジ袋ですもんね。本当に有名なんですね、有名なレジ袋です。どうですか、着てみた、結構皆さんお足元の悪い中本当にありがとうございます。あの着心地はとても暖かです。そしてなんと見せちゃいますけど、パンツもあるので、あ、暖かそうですね。ありがとうございます。ちょっと触ってもいいですか。なんかダウンジャケットみたいに見えたんですよね。あとはね、あのシャカシャカって音がするから存在感が、うん、あれここにある、シャカシャカシャカ近づいてくるみたいな、はい、わかると思います。ありがとうございます。色もすごく可愛いなと思いました。ありがとうございます。はい、それではもう1名ですね、ボロを着てくださった吉岡敦さんにもお話を伺いたいと思います。すいません、市長のマイクをお借りしてしまっても、あ、大丈夫、届きますかね。はい、感想ですか。はい、感想をぜひ。いや、もうね、この服装って実はアフリカ あのナイジェリアのある部族の王様が着てたあの服装なんですね。だからまあ本当にその王様になった気分ですね、今日は。市長に代わって王様になった。本来ね、市長さんがお気になってよかったですね。そうですね、ぜひなんかそんな機会も設けていただきたいな。勝手に期待してしまいます。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、それではアップサイクルドレスデザイナーの谷さんにも自己紹介とドレスを作ることになった経緯をあの少しお話しいただきたいと思います。谷久美子さんです、よろしいですか。よろしくお願いいたします。今日はお越しいただきありがとうございました。晴れましたね。晴れてよかったと思ってます。私谷久美子と
佐藤由紀ずっとそうです、私は3年前に日本に帰ってきて、佐藤由紀は去年ですね帰ってますけど、ずっとロンドン、今年ですね、ロンドンを拠点でずっとこういった環境アート、コスチューム、私自身はコスチュームデザイナーなんですけど、そういった活動をしてまいりましたので、日本に帰ってきて日本の皆さんにもこんな面白いことがあるんだよ、環境のことを考えようっていう形で、ちょっとコロナも明けてきましたので活動を再開させていただいてます。リサイクルスタイルというのを2008年にロンドンで立ち上げて、ペットボトルドレスだったりとか、そうウェイトローズ のゴミからドレスを作って、自分で着たり、モデルさんに着ていただいたり、ファッションショードイツでしたりとか、そういう活動を、ゆきさんと一緒にやってます。ゆきさん自身はヘッドピースのデザイナー、ファッションデザイナーでもあって、ヘッドピースを今回はずっと担当してもらって、こんな感じの空き缶のドレスと、かわいいですね、使って、一緒にドレス、ベルリンとか、ロンドン、イギリスとかでもファッションショーをしてきました。そんな活動をして、今は日本でスタートしてます。はい、ありがとうございました。谷さんのコスチュームデザインからは、環境に意識がいく、見せるアップサイクルドレスというところがすごく伝わってくるなと思いました。改めまして、アップサイクルコスチュームデザイナーの谷さん、そしてモデルを務めてくださった皆さん、ありがとうございました。盛大な拍手をお願いいたします。皆さんとのクロストークに入っていきたいと思うんですが、その前にですね、会場の皆さんに一つ質問をさせていただきたいと思います。本日のイベント名は、奇跡の森エシカルファッションショーというんですが、そのエシカルという言葉聞いたことあるよという方いらっしゃいますか？あ、結構いますね。ありがとうございます。ちょっと嬉しいですね。じゃあエシカルという言葉はですね、直訳すると倫理的という言葉になります。人の良心にのっとった行動や選択をしようというような考え方で、イギリスが発祥の考え方になります。エコや SDGs、 サステナブルっていう言葉は聞いたことあるよっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、その言葉もこのエシカルという考え方をもとに行動できるということになりますよね。さあ、モナさん、そして市長、再度先ほどそのエシカルファッションショーのドレスを見ていただいたんですけれども、いかがでしたか？いや、なんかこうゴミっていうね、一言にまとめることは簡単なんですけど、ゴミって本当に人が手放した瞬間、もういらないってなった瞬間にゴミに変わるだけで、なんかそれをまた手に取って、デザイナーの方々がこういう形にこう価値を吹き込んでくださると、もうなんかゴミなんて言ってられないですよね。アップサイクルとかも言いますけど、なんかもうそれ以上の価値のものになってるなと思って、すごいね、こんなペットボトルってこんな綺麗になるんだとか、驚きの素材がたくさんありましたね。見てていちいちそう、もうこれはみたいな感動しちゃいましたね。はい、なのですごい考え方次第で物の価値とか、そうですね、見方って変わるんだなって思いました。確かに本当にそうですね。キラキラっとなんかペットボトル輝くと綺麗だなっていうのは初めて感じたことでしたね。市長もどうですか、間近で見ていただきましたが、もう何からできてるのかなと思っていましたけれども、もうゴミというのにはもったいないですね。やはりこう大切にする心があるから、またモデルの方もすごくね、なんかこうそれを着ていることが誇りのような感じでこう堂々と出てこられましたよね。楽しそうでしたよね、皆さんね。だからやっぱり着る人、また生かす人の力が加わればゴミじゃないんですよね。そうですね、はい、そう思いました。素晴らしかったです。本当にそう思いますね、はい、皆さんにもそのパワー伝わったんじゃないかと思います。でどれも普段はゴミですよね。あれは捨てられてしまえばゴミになってしまうものですが、ファッションとして楽しむ衣装として、今回ねこう皆さんにと一緒に見れたのはすごく貴重な体験なんじゃないかなと思います。で実はですね、そんなファッションに欠かせない素材、先ほどねゴミを素材としていたんですけれども、繊維っていうのがありますよね。その繊維、実は国分寺では繊維産業がすごく盛んだったと伺いました。でモナさん知ってましたか？いや、申し訳ないです、知らなかったです。ね、はい、
ぜひなんか教えていただければと思います。はい、ぜひ教えてください。あの国分寺ではですね、あの養蚕が盛んだったんです。まあ江戸の、まあ、末期といったんですかね、まあ、そんな頃から私もあの隣の家が農家だったんですけれども、農家の納屋の2階が養蚕なんです。あ、はい、ですから、うん、なんで養蚕なんかやってるのかなと思ったんですけれども、あの桑畑がものすごい多かったんですよ、私の小さい頃って。で桑畑を開墾してあの家を建てる、そんな状況でですね、本当にあのそれが生かされてたっていう、まあ、農業やっている傍らって言ったら正しいんでしょうか、副業的にやってはおられたと思うんですけれども、多分それがあの生活を支えていたんじゃないかなと思っています。ですからもうお蚕さんがその辺にコロ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 いてですね。あ、蚕さん、うん、で今の結構若い子は知らなかったりしますけどね、うん、そうですね、皆さんがあるかなと思います、ね、はい、まあ、ですから絹がねそれでねこう出てきて、それをまあ輸出までしたかどうかちょっと私も分かりませんけれども、はいはい、ここから港に運んだりということで、まあ国見の場合には鉄道がですね結構通ってるんですけれども、うん、あの川越線であったり甲府鉄道ってのは後でできるんですけどね、まあ、そういうものっていうのはそういうものを運ぶためのものだったのかなっていうことは言われています。そんなこともありますね。そうなんですね、なんかこの一帯が桑畑だったって思ったらまたね、より緑深い国分寺だったんだなっていう気がしますね。すね、まずは養蚕とかって見たこととかありますか？見たことはあるかもしれないです、一度だけです。なので、まあ、蚕のこう見た目というかっていうのも分かりますし、うんうん、まあ、でもね、まさかああいう小さいものから洋服ができるとは思わないと思いますしね。うん、でもそれがこうやってこうメイドイン国分寺的な形で、作られてたっていうのはなんかすごい、そういう服も着てみたいですね。着てみたいですね。国分寺さんの残ってないのかなっていう気がします、うん、実はねそこに長屋門ってあるんですけども、はいはい、長屋門の2階がですねやっぱりお蚕さん買っていて、あ、ここ今もですか？え、あるんですよ。でちょっとその名残がありますから、はい、またお帰りでも見ていただくといいんじゃないかなと思います。じゃあぜひもう皆さん見たこともあるよってうなずいてる方もいらっしゃいますが、はい、まだの方はぜひ見てみてください。本当にねちっちゃい子卵からねあのお蚕さんになって繭になってって、私もあの妖怪あの養蚕の農家さんに伺ったことあるんですけど、本当にねあの農家さんの冬のね収入源だったりとかされたというお話も伺って、今はもう日本ではあの養蚕業っていうのがすごくもうなくなってきてるっていうのもお話も伺いましたので、なんかそれもぜひ皆さんも見てみていただきたいなって改めて思いました。そしてこの国分寺はですね、古くは養蚕などの手工業ですねを始めた国分寺のこう手工業っていうのはエシカルな取り組みですごく密接に関わっていたと思います。ちなみに国分寺によくいらしているモナさんですけれどもいらっしゃる小野さんですが、国分寺のじゃあエシカルな取り組みって今パッて思い浮かぶもの何かありますか？そうですね、分寺、あ、分寺、分寺知ってる方、使ってる方、皆さんも使ってますよね、こちらにお住まいの方は。まあ、私から説明するのもあれなんですけど、まあ、国分寺内で使える分寺、はい、なぜエシカルかというと、まあ、ちょっとこう離れた部分かもしれないんですけど、やっぱり分寺を使うことってもちろんその地域のものを買ったりとかサービスを受けるということなので、そこでやっぱり誰が作ったかとか、受け取る、まあそのね、作り手の方と顔を合わせることができるので、やっぱり近ければ近いほど物を大事にしようとかそういう気持ちも芽生えると思うので、そういう意味で、まあ、物を大切に選んでその後もじっと大事に使う、そういう心っていうのはエシカルとすごく近いんじゃないかなと思います。そうですよね、なんか今こう会場の皆さんでも分寺使ってるって方もいらっしゃいましたけど、実際、ね、まだ使ってない、あの知らないって方もいらっしゃると思うんですが、地域通貨でよろしいんですかね、あの分寺というものがあって、この地域であの使っていただけるものになります。あのいろんな、ね、ものを買える
買い物ができるスポットもたくさんある国分寺ですけれども、私あの市長にね、ぜひそれも踏まえて国分寺市でのエシカルな取り組みとその魅力ご紹介いただいてもよろしいでしょうか。そうですね、魅力がたくさんあってですね、喋り始めると止まらなくなってしまうんですけれども、国分寺ではですね、すべての人を大切にする街宣言をこの間したんですよ。で、すべての人、すべてのものを大切にする街だなと私は誇らしく思ってるんですけどね。やっぱりいろんな古いものがたくさん残っています。そしてまた国分寺の魅力の大きな一つとして、国分寺というのをですねやってるんですけれども、ハナさんも食べたことあると思います。はい、ね、見たこともあります、ね、販売されてるのも見たことあります、ね、はい、これ本日もマーケットの方に、ね、ですよね、はいはい、ですから国分寺は農業をすごくねこう大切にしてきていますし、国分寺の農業が農地が占める割合っていうのはですね、この多摩地区でも非常に高いんです。ですから農業を大切にするってことは土地を大切にする、自分たちの生きるところを大切にするということにつながると思うんですね。で、エシカルっていうことからすると私もこのファッションショーを見て特に思ったんですけれども、本当にさっきモナさんが言ったように、捨てるなんて一つもないですね。もうやっぱり生かしていかなきゃいけないんだろうなと思いますので、実は今日ここに皆さんお見えになって多分中見られたと思うんですけれども、前のものは全部残ってるんです。ほとんど、なくしてないんです。で、その長屋門もね実は、建て替えてはいるんですけれども、昔のものをほとんど使ってます。まさに100周年ということですかね。はい、国分寺はね今史跡の国の指定を受けてからちょうど100周年なんです。で、今年1年その100周年のイベントを、今日はこれがそれの一環ですけれども、やっていただいてですね、本当に国分寺は今この100年にちなんだですねキャッチフレーズや、実は私今日バッチつけてきてるんですけども、本当をですね募集して全国から応募いただいてですね、今これをつけてるんですけどね、天平の記憶つないで100年つなぐ100年ということでですね、本当に古いものもみんな大切にしていこうということをですね、国分寺の町の魅力というふうに思っています。はい、ありがとうございます。本当にまさに100年先も残していきたいというこの考え方自体が先ほどお伝えしたエシカルにつながるんじゃないかなと思いますね。それではさまざまな取り組みが国分寺にもあると思うんですけれども、その他にもね国分寺の他にも宇宙開発発祥の地だったりとか科学の街、鉄道の研究開発の地であったり新幹線とかね研究ですねをされていたり、あとは東京の2020年パラリンピックでですねベトナムのホストタウンとなってスポーツとか文化面で交流をたくさんされたということで、大会後もその交流が続いていらっしゃるっていう話も伺いました。はい、で、あとはこの史跡の保護活動、あとは緑の保全活動ですよね。そしてこの横を流れている名水ですね、二鷹の道の湧水園のこちらの水の保全活動、そして農地の保全などもいろんな取り組みをされているというふうに伺っておりますが、モナさんちょっと今いろいろ挙げてみたんですけど、すいません、なんか気になったな、もうちょっと聞いてみたいなってこと何かありますか。そうですね、個人的にはやっぱり食に関わる仕事も多いので、この農地の保全とどのように守っているのかみたいなところすごい気になります。これはですね、市がやってるっていうのもやっぱり市民の方がそれぞれやっていただいてるんだろうっていうふうに思うんですね。農地の大切さって役割っていうのはたくさんあるんです。例えば、もちろん食を提供するっていうことはもちろんですけれども、その他に、その農地があることによって万が一ですよ、災害があった時にはそこが避難場所にもなる、一時避難場所にもなる、それからもちろん水のですね源泉でもあるんですよね。降った雨が土に染み込んで、そしてそれが湧水として
ここにも流れていますけれども、綺麗なお水としてですね、うろうしているというようなこともあります。それによってまた緑が保たれているということもありますよね。ですからそういう意味で、まあ我々も大切はしてますけれども、市民の方一人一人がそういうものを感じていただいたのかなというふうに思っていまして、実は農業は農家の方だけやってるんじゃなくてですね、国分寺に農業をしに来て来られてる方もいるんですよ。通っておられる方、あのレンタル農地みたいな感じなんですね。そうですね、農地の対策もできるようになりましたので、はい、そういう意味で都内から国分寺までですね、農業をやじに来て、でもちろんあの市民の方々もたくさんですね、あの市民農業大学っていうのがあってですね、農業大学に市民の方を応募していただいて、そこであの1年間学んでいただいて、うん、で農業のやり方っていうのを覚えていただいて、そして自分であの市民農園としてやったりですね、それから体系農園っていうのもありますし、これ園農っていう園農ボランティアっていうのもあるんですね。ですからそういう意味でみんながその農業を盛り立てているっていうのはなんかこうすごくあったかい話ですね、学べるってことはね、これからもこう引き継いでいって、まあ、100年後っていうところにもつながりますね。遠農とかね、そうやりたいけれども都内にはいるとやっぱり土に触れる時間っていうのがとてもね、あの私も都内のど真ん中に住んでるんですけれども、なかなかないですし、国分寺初めてあの歩いた時にはこんなにあの街中に綺麗な水が流れてるっていう街を私はあの恥ずかしながら見たことがなくて、本当にずっと写真を撮ってしまったぐらい美しいなと思ったんですけれども、やっぱりそういうのを見ているからこそ市民の皆さんも自発的にこう土近い自然に近い行動とかを学ぼうっていうようなその循環があるような気がしますね。はい、いろいろまだまだ聞きたいんですけれども、こうした、ね、市の取り組みを私たち一人一人が積極的に知っていくっていうことも何より大切なことなのかなとも感じました。それではここからは私も大好きな国分寺のですね、大好きなお店なんですけれども、モナさんが広報を担当なさっているニューバイトトヤさんについてもお話を伺ってみたいと思うのですが、ではまずはあのトトヤさんではですね、量り売りというのが体験できるんですが、その量り売りをやったことあるよという方、会場にいらっしゃいますか？わ、これはぐっと下がって、あ、いらっしゃいますね。わ、ありがとうございます。はい、量り売りでもちょっと意外でした、今の数字というのも、まあ、私たちが掲げている量り売りというのは、まあ現代社会においての量り売り、できるだけやっぱり早い買い物に慣れてる私たちのための量り売りみたいなところを目指してはいるんですけど、量り売りっていうもの自体は、昔ながらのこう駄菓子屋さんですとか八百屋さんとか、まあ、今でもまだお豆腐屋さんとかお味噌とか買えるところもあると思います。あのなので新しいものでは決してなくて、あのなんかそういう別の形で体験したことが、あ、実はあったかもっていう方もいらっしゃるのかなと思いました。トトヤでは今国分寺店では200品目ほどのものが量り売り、基本的に全部量り売りで買えて、あの中には、まあ、珍しいものだと液体調味料、例えばお醤油とかお酢とか、ワインとかもあります。あと一番珍しいかなっていうのが納豆、納豆の量り売りすごくないですか？あの必要な分だけグラム単位で購入いただけるという仕組みを導入しています、ね、あの容器も、はい、納豆って結構ゴミが出ますよね、必ずね、それちょっと足りないですよ ね、あの小さい量だと、なのでちょっともう少し食べたいという方は量り売り納豆向いてるかなと思います。ドサッと買いますからね。そうですね、はい、あのご自身の容器をお持ちいただいてそこに入れる形になっているので、お醤油とかもなかなかなくならないじゃないですか。でちょっと残った時にこう付け足したいみたいなこともできたりするので、あのこうそうですね、いつものこう日々の買い物の中で通いやすいようなお店に、どんどんしていきたいなとは思っています。はい、ちょっとね、納豆の量り売りはちょっと差はつきましたけれども市長はちなみに量り売りってあの小さい時とかも含めてですけれども、体験なさった思い出とかはおありですか？だいぶ古い人間のように思われてすいません、あのちょっとあのすいません、バイアスをかけてしまいました。おっしゃる通りで、あの私も小さい頃やはり量り売りってのがありまして、ね、
というかアカデミーのシルクでしたね。そうですよね、うん、あの今みたいにパックに入ってですね、これだけの量はもう確保されてるみたいなですね。ですから行くと必ず、まあ、あのお鍋を持ってったりですね、いろんなあの食器を持ってってその中にこう入れてもらうんですよね。ですから、うん、今みたいな飽食の時代じゃなかったので、みんなが物を大切にしてたのかなというふうに思いますね。だから今ね、あの納豆の話で出ましたけど、ワンパック食べてちょっと物足りないと思うと、もうワンパック食べてしまうんですよね。そうですよね。それは良くないなと私は思ってますね、今。はい、やっぱり皆さん、その私もお豆腐屋さんにね、やっぱボールを持ってって、うん、ちょっとこう舐めたりしながら帰っちゃったりとかした思い出、それが量り売りなんだなって思うと、もうそんなに難しくないですよね。そうですね。なんかこう新しいエコな活動とかサステナブルな活動とか、まあいろいろなキーワードありますけど、まあもちろんそれでもあるとは思いますけど、なんかもう少しあの今のこう早い社会のスピードに行く前のもうちょっと豊かな、ペースなこう生活に戻る、そういうなんか行動でもあるのかなと思います、量り売りは。そうですね。なんかこう横文字で言われちゃうと、実は量り売りとかそのパッケージがフリーな今の納豆豆腐屋さんってゼロウェイストとかね、ちょっとかっこよくなっちゃうんですけど、もうみんな当たり前にやってたなって気づける、それが大事かなって思いますよね。そうですね、はい。そんなね、トトヤさんですけれども、私もね、何度か利用させていただいて、いろんなものが、小麦粉とかも買えるんですよね。そうですね、小麦粉とかパスタとか、私は結構パスタを毎回買ってしまいます。パスタも、まあ、例えば1家族だと1パックだとちょうど足りないとかのものによっては、そういう時もやっぱりそれ以上のものを買えたりとか、逆に一人暮らしでこんなに大きな袋いらないっていうものも多いと思うので、その場合は本当に自分が必要な分だけ買ってみたりとか、あと例えばふりかけとか意外とそんなに量いらないけどちょっとずつ試したいとか、そういういろいろなニーズに応えられるのかなと思います。やっぱりこうちょっと時間がかかる買い物方法ではありますけど、個人的にはそこに時間をかけてゴミ出しの時間がないみたいな方が、いいかなと思っていますので。そうですね、分別してこの日に絶対出さなきゃっていうあのプレッシャーから、はい、そうです本当にトトヤさんに行くと、ゴミが買って帰った後にゴミが出ないっていうことを体験していただけて、ちょっとびっくりするぐらいなんですね。意外とパッケージを剥がすのに時間かかりますよね、スーパーで買って帰ってきたものって。なので私も初めてこの国分寺トトヤさんができた時、2年前ですよね、に来た時やっぱりすごく感動しましたし、そのじゃあどういう風にゴミの出ない量り売りのお買い物ってできるのって思ったんですけれども、トトヤさんでは繰り返し使える空き瓶、デポジット制でお金を払うんですが、その空き瓶を持っていけばお金が返ってくるっていうね、繰り返し使える空き瓶なんかもご用意があったり。はい、そうですね、ですよね、はい、もう本当にファンみたいな回し物になっていますが、はい、そうなんです。ですのでフラッと来ていただいた方もですし、あと個人的には毎回国分寺に来るときに準備をして容器を持ってくるんですけど、あ、こんなものもあったと、容器が足りないこともありますよね。結構あるので、そういう時にはじゃあレンタル容器を使うとか、あともう少しクリエイティブに、あ、ハンカチがあったっていうところでこうハンカチにクッキーを入れて帰るとか、まあ、そういうなんか自由なやり方もなかなか今だとない買い物スタイルかなと思います。そうですね、市長にもね、ぜひナムルの素とかもね、ナムルの素出たりとか、なんかいろいろ売っているので、ぜひ体験していただきたいなって、はい、言っていいですか。ぜひです、お願いします。いろいろ食べていってください。いや、今お話聞いてて、やっぱりこうもったいないっていう感覚っていうんですかね。だから普段生活しててこう捨てたものもったいないなと思ったら、やっぱりその分だけ買わなきゃいいんですよね。そうですね、で、自分に合わせた形で量を決めるとか、まあ、家族のスタイルもあるでしょうからね、子供が大きくなったら少し多くなるとか、ね、はい、まあ、そんなことも考えながらライフスタイルに合わせて物を大切にするってことが、うん、エシカルにつながるのかな、そんなふうに思いますね。そうですよね。そしてもうそれは皆さん日々の生活の中でも何でも何度も積み重ねていらっしゃることで、みんな実はエシカルなんですよね。
と思います。じゃあそこでですね、市長にまたお伺いしたいことがあるんですけれども、これからの環境保全について特に力を入れていきたい取り組みなど具体的なことがあればぜひお聞かせいただけますか。国分寺市では従来からですね、ゴミの減量に取り組んでいます。ゴミの減量っていうのは、まあ、今もうね、お話があったように一つ一つのものを大切にするっていうことが大切、肝心なんですけれども、あとは分別を、ね、やっていただくっていうことです。で今市民の方々に協力いただいてゴミの分別をやっていただいているので、多分これは、国分寺は東京都の中でも優れてるところじゃないかなと思いますけどね。皆さんがやっていただいて、で資源ゴミ、それこそペットボトルだとかね、プラスチックだとかそういうものはですね、資源ゴミとして、それから燃やせるゴミはなるべく少なくしようっていうことで、水を抜くための一絞りをやっていただいてですね、すごいいいですよね、そんなこともやっていただいたり、いろんな形でその市民の方々の協力っていうか、市民の方々は自発的にやっていただいてる分があってね、よその力としてめんどくさいって言われるんだけれども、でもそれやってもらわないとね、いけないですね。すごいですね。じゃあ国分寺市のお住まいの皆さんが本当に、先ほどから市長の口から自発的にっておっしゃってくださってますけど、市民の皆さんが本当に市政の姿勢を支えていらっしゃるっていう印象を受けましたね。そうですね。これだけの環境が保たれてるっていうのはやっぱり市民一人一人の方々がそういう意識を持っていただいてるんだろうなと思います。本当に気持ちいいですもんね。じゃあその生ゴミなんかはね、結構私も主婦なので気になっていて、やっぱりちょっとひと絞りとかすると、実は燃やせるゴミのうちのね、ほとんど 60% ぐらいですかね、水分なんだそうですね。なのでその市長がおっしゃった通り、絞るとほとんどね、結構焼却に関するエネルギーがガラッと変わってくるので、ぜひ皆さんも燃やせるゴミに生ゴミを入れるときはちょっと絞ったりとか、あとはね、いらなくなったこうウエス、ボロ布とかと一緒に入れてね、水分をちょっとこう、避けるような捨て方をしていただくとか、あとはトトヤさんのね、京都店では取り扱いがあるんですけれども、はい、コンポスト、そうですね、はい、自分で堆肥化する、土に生ごみを戻す、いろいろな最近仕組みというか、なんかこう購入できるものありますけど、例えばそうですね、こうベランダでちょこっと段ボールの中に土を入れて、そこにこう生ごみを混ぜることで意外と簡単に土に戻ったりとか、私もいろいろ試して虫が湧いちゃったりとかもあったんですけど、でもなんかそれを試すのも自然、特にこう都内に住んでる中では自然との触れ合いを自分からこう作れるようなきっかけだと思うので、生ごみにも興味を持って、そうですね、そこを楽しんでみるっていうのも大事かなと思います。はい、なのでぜひコンポストもちょっと検索してみてください。びっくりするぐらい生ごみ減りますよね。そうですね、もう生ごみが減ると、その毎週出してるゴミの袋も割と小さくなると思うので、ゴミとの向き合い方が変わるのと、そもそも生ゴミを出さないようにできるか、例えば皮も一緒に野菜だと食べれるのかとか、なんかこういろいろその辺の工夫も変わってきますね。そうですね、なんかできることがいっぱいあるなっていう気がしますので、そのヒントをね、見つけにぜひ琴屋さんにも足を運んでいただきたいなと。国分寺ではね、3R 講座ってやってるんですよ。3R 講座ってのはリユース、リデュース、そしてリサイクルですね、ですからそういう意味でね、生かし方たくさんあると思うんです、ゴミと言われるのにね。で生ゴミも結局堆肥化することができるんですね、で落ち葉なんかとここにある落ち葉のこと一緒にですね、堆肥化してもらって、それを今度庭の花や植木に入れてもらう、そんなこともやっていただいてるんですね。それすごい素敵な取り組みですね。 3R 講座、で 3R 講座って開いてですね、市民の方々にそれを学んでいただいてるんですね。それはちょっと知っとかなきゃでしたね。学べる場所があるっていうのは大事ですね。でもやっぱりそれを知らないとね、もったいないなと思っちゃいますので、積極的に情報を取りに行くように
したいなって私たちも思いますね。 3R 講座、皆さんぜひこちらも検索してみていただきたいなと思います。はい、じゃああっという間に結構お時間が経ってきてますかね。ね、はい、ですね、あっという間ですね。はい、ですので最後になりますけれども、これからの100年に向けてお二人からそれぞれメッセージをいただきたいと思います。それではまず市長から一言いただいてもよろしいでしょうか。はい、まあ、今回先ほど申し上げましたように、つないだ100年、つなぐ100年ということでですね、国分寺はこれからも大切にしていこう、いろんなものを大切にしていこうという活動をしています。で、100年ってすごく長く感じるかもしれませんけれども、今国分寺で100年生きている方がもう70人超えてるんですね。だからそんなにね、先の話ではないんですね。ただ1年1年のやっぱり積み重ねが100年につながっていくんだろうと思っていますし、今までやはりつないできていただいたこの100年っていうのを我々は大事にしていかなきゃいけないんですね。だからそういう意味でいろんなものを大切にしていく、それが次の100年につながることになるんじゃないかな。だから一つ一つをこうね、どうやって生かしたらいいんだろうか、どうやって守っていったらいいんだろうかってことを考えていったらいいのかなというふうに思っていますので、特に環境の問題はね、これから私としても積極的に取り組んでいきたいな、さらに取り組んでいきたいなと思っています。 SDGs もそうですね。そうですね。それからゼロカボシティというのを国分寺は、そうです、はい、国分寺市は2050年ゼロカーボンシティ達成を掲げたということですね、はい、そうなんです。ですから、もちろん今再生エネルギーということが、ね、言われていて、太陽光発電だとかそういうのも力を入れていますけれども、まあそれ以上に二酸化炭素を出さないようにするっていうのもね、一つの方法ですね。そういうものを一つずつこう積み重ねていって、子どもたちやその先の、子どもたちがね、本当にこの国分寺に住む、また国分寺だけじゃなくてね、世界がやっぱり住みやすい、そういう地球になってもらえればいいなと思います。そういうものを活動やっていきたいなと思っています。ありがとうございます。それでは小野さんからも100年先というところでちょっと思いをいただいてもいいですか。市長からいただいたように、その1年1年の積み重ねというのもありますし、やっぱその中にはまた小さく見ると一人一人の積み重ねがあると思うので、やっぱりこういう環境問題とか知れば知るほどちょっとこう気が遠くなるような部分もあると思うんですけど、でもそっちにこう集中するのではなく、その中でもできることがたくさんあって、それはこう難しいこととかこう気持ちが重いものではなく、まあ、楽しめるものではあるっていうことを体験しながらこう自分の中で模索していただきたいなとは思います。こう必ずしも前にずっと進むわけじゃなくて、こう数歩下がってからまた前に進むっていうこともあると思うんですけど、はい、量り売りもまあ本当その一つのやり方ではありますけど、なんかこうライフスタイルの中で楽しみながら、自分にも環境にも他の人にもいい生活ができるんじゃないかなと思います。それが100年先にもね、続いていくことになりますよね、はい、ありがとうございます。100年先に残すもの、会場の皆さんの心には何が思い浮かんだでしょうか。国分寺市の魅力を改めて知り、私たちもその魅力を生かした暮らし取り組みに楽しんで、先ほどもなさんからもいただいたように楽しんでマイペースにでもね、一歩でも少しずつでも取り組んでいきたいと改めて思わせていただきました。はい、史跡の森エシカルファッションショー100年後にも続く衣第2部史跡×エシカルトーク、そろそろ結びとさせていただきたいと思います。モナさん、伊沢市長、本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。